b a r 0さんは BAR が2001年の F1 世界選手権さん専用に開発したフォーミュラワンカー。2001年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。デザイナーはマルコム・オスラー。チーム3年目のジャック・ビル・ヌーブとマクラーレンのテストドライバーから移籍してきたオリビエ・パニスがドライブした。ジャック・ビル・ヌーブのドライブする0レレさん。 2001年、カナダグランプリ1999年の悲惨なデビューシーズンの後、2000年はいくらか改善の兆しが見られたチームは3年目の2001年、表彰台が望めるくらい有望なシーズンを迎えた。しかしながら、進歩どころか結果は後退となった。マシンはハンドリングに問題を抱え、シャジーの合成も不足していた。信頼性も不足し、同じことは、 ホンダエンジンにも言え、トップチームに比べてパワー不足であった。だが、同じエンジンを搭載するライバルのジョーダン EJ11 よりは高成績を残すことができた。シーズンのハイライトは、ビルヌーブの2度の3位であった。しかしながら、両、レースとも多くの車両がリタイアしたことでもたらされた結果であった。ビルヌーブはシーズンを通して、パニスの激しい追撃を受けたが、パニスは、 総じてビルヌーブよりも良い結果を出すことはできなかった。チームは結局17ポイントを得、コンストラクターズ6位でシーズンを終えた。ありがとうございます。